11月4日午前の取引が終了しました。日経平均株価は反発しています。今日の全引けは一昨日との比較で271円57銭高の 29,792 円47銭となりました。トピックス東証株価指数も 17.64 ポイント高、 JPX 日経400 156.49 ポイント高、それぞれ上昇です。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 68%、 1480銘柄、これに対して値下がりが約 28%、 615銘柄、変わらずが 4% 弱ありました。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型中型小型揃って上昇。今日は規模的にはほとんど偏りが見られておりませんで、全体的に上げているという試合です。商いは多めです。高水準と言っていいでしょう。全引けの売買高6億9100万株余り、売買代金1兆7287億円、1兆7000億円台の売買代金ということですから、単純に計算しますと1日として3兆円台半ばぐらいの売買代金ということですから、最近としても多いレベルということになります。今日は朝方から買い注文先行して幅広い銘柄が上昇して始まりました。日経平均寄り付き直後の9時5分には上げ幅を350円余りに広げる場面もありました。東京市場昨日は祝日で取引がありませんでしたが、この間も欧米市場は全体的に堅調な試合となり、特にニューヨークにおきましては、アメリカにおきましてはニューヨークダウなどが主要3指数が揃って連日で過去最高値を更新する動きとなりました。アメリカでは3日まで開かれました連邦公開市場委員会、いわゆる FOMC で量的緩和の縮小が決まったということでありますが、これは事前の予想通りということで、むしろ FRB のスタンスとして先行きについても利上げには慎重なスタンスが示されたということが買い安心感につながった形です。この動きを追い風といたしまして、東京市場でも幅広い銘柄、景気敏感株中心に幅広い銘柄に買い注文が先行しました。半導体関連や素材株など景気敏感株、世界的な景気の連動性の高い銘柄中心に幅広く買われて上昇する展開となっております。そういった中で個別で買われた銘柄といたしましては、決算発表も竹縄と本格化しているという状況でありまして、個別でも選別の動きが鮮明化しています。買われた銘柄といたしましては、 Z ホールディングス、4689 LINE などを傘下に持ちます Z ホールディングスが5日続伸しております。株式分割を考慮した実質で見ますと、2006年の1月以来およそ16年ぶりの高値に買われているというのが今日の Z ホールディングスの動きです。おととい2日に発表いたしました今3月期の第2四半期、4月から9月期の決算で純利益が 18% 増と市場予想を上回る好決算だったことが素直に好感されました。逆に下げた銘柄といたしましては、複合機メーカー、複合機中堅のコニカミノルタ4902、こちらが大幅続落と展開となっています。こちらも2日の決算発表が材料です。今3月期の第2四半期、4月から9月期決算が低調な内容、結局最終赤字となっておりまして、通期予想についても大幅に下方修正したという動きが嫌気されました。以上、今日全引けの模様、東証アローズからお伝えしました。